おはようございます。カンピンタンです。景色はダメって言われたので下を取っておきます今回も前回と同じところです。前回ね、すごい大阪のパラダイスだったので、なので今回もちょっと午前中はね、青物も狙いつつ知能をやろうかなと思ってます。で、前回しんちゃんに石台釣られたんで、私ね今日は石台狙いたいと思います。とりあえず頑張ります。アジが釣れたので今から泳がせをするみたいですよ。まずは3号の重りをつけて、そこまで一気にアジを落とします。アジがそこまで行ったらゆっくり巻いていきます。はい、カンパチだ。カンパチですか。そら早いわ。はい。でっかい。もうちょっと頭こっち向けて。これ養殖やな。さあ、しんちゃんもアジをつけて泳がせ釣り開始です。しんちゃんはゆっくり落としていく作戦ですかね。Thank you.
けや。僕の大好きな青物がいっぱいいましたね。おめでとう。後ろに乗っていた方が以外をタシエさんにして石垣ダイが釣れたみたいですよ。それをもらったカンピンタン、その時以外ももらったみたいで、しんちゃんが握りしめていますね。始めました。
川な。どうやって来ない。もう一度当たりを見てみましょう。そこ置いとったらさ、ちょっと持ってこんさ。でちょっとピュッて出しちゃったら、そこに怖い。お分かりいただけましたでしょうか。餌は意外なので、まず貝を割るために歯でちょいちょいと割ってから中身を食べるみたいで、その時にラインを出して口の中に入れ込むイメージでかけたみたいですよ。釣れました。いかがだったでしょうか。前回来た時に青物が気になったカンピンタン、今回は青物にも挑めるように用意していた竿でしっかり青物をゲットできましたね。しんちゃんは石垣台もゲットしていました。さっちゃんは意外の当たりに四苦八苦してしまい残念ながら釣れませんでしたが、次回頑張ってください。次はどこへ行くんでしょうか。お楽しみに。チャンネル登録、高評価、コメントありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。